ベーコン準備完了です。超美味しそう。卵はめちゃくちゃいい感じ。めっちゃ美味しそう。めっちゃ気持ちいい。皆さんおはようございます。茅ヶ崎みなみです。川口湖のキャンプ場の朝を迎えました。昨日はねペッパーランチを堪能した後に焚き火ね、アートファイヤーっていうのをね楽しんで、寒かったのもあってねすぐに眠りについちゃいました。でもうねお腹も空いているので今日の朝ごはんはベーコンエッグということでね、それをね作っていきたいなと思います。今日はね、昨日は見えなかった富士山がね、頭の方だけなんですけど見えていて、でね、風もね、結構なくて波も穏やかで、すっごいね、気持ちのいい朝ですね。それじゃあね、今日の朝ごはんのベーコンエッグを作っていきます。これはね、道の駅で購入してきたベーコン通しポークを使います。はい、それじゃあね、まずベーコンをカットします。何等分かな、むずいカットするの。はい、ベーコン準備完了です。はい、それじゃあね焚き火に火を灯していきます。それじゃあね、焚き火もついたのでスキレットを温めていきます。それバター投入。やばい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 、めっちゃファイヤーしてる。やっぱりはい、それじゃあね、ベーコンを入れます。よし、焼かれてこい。あ、まだだったわ。しがみなの動画。それじゃあね、いい感じなので裏返します。めちゃいい感じ、やばい。わー超美味しそう。あ、いい。今日のね、私の朝ごはんのテーマはハウルの動きしらです。あのベーコンエッグをね、イメージしてます。うわー、肉厚ベーコン最高。そして卵を投入します。第1投目いっこい。おー2投目よけー、いってこい。うわーはい、3投目これ。うわー美味しそう。出します。しばしもたれよ。オープン。おいしそう。それじゃ山田の醤油垂らします。これだよこれ。裏が焦げちゃってる。うまっ。じゃ卵。卵やば。ちょっとベーコン焼きすぎちゃったんですけど、
卵はめちゃくちゃいい感じ、めっちゃ美味しい、やばい。黄身がめっちゃトロンしてる。うん、これはうまい。ちがみなの動画、はい、というわけでごちそうさまでした。もうね、ご飯を食べてからすっごいゆったりしちゃって、河口湖をね眺めながらぼんやりしてました。そしたらね、もうあっという間にチェックアウトのね時間に近づいてきてしまったので、そろそろ片付けを開始したいなと思います。それじゃあ片付け開始。ちがみなの動画、はい、というわけで河口湖のキャンプ場でした。めっちゃいい場所だった。湖畔沿いのキャンプ場はちょっと久しぶりだったんですけど、改めてね、湖畔キャンプっていいなーなんてね思っちゃいました。帰る前にね、スーパーカブ C125 とモクモク写真も撮れて、それもねいい感じにね撮影することができてよかったなーなんて思います。それじゃあのんびりとキャンプツーリングはね、帰りもツーリングということで、多分ね帰りも同心地だと思うんですけど、スーパーカブでね楽しみながら帰りたいなと思います。だってちょっと全然よくわかんない道入ってく、こっち合ってんのかな。今日はね本当に秋晴れということなんで、いやーガチでねツーリング日和ですよ。めちゃくちゃ気持ちいいのよ。うわー、ほんと気持ちいい。やばいやばい、川口湖を走っております。お、今日19度なんだ、ちょうどいいね今日。やばい、めっちゃ天気いい。あー、そして大橋がめちゃくちゃ気持ちがいいよ。なんかめっちゃ綺麗なんだけど、すごい、あー最高、超ツーリング日和だよ。やばい、めっちゃ気持ちいい、最高。でもねこれね、ちょっとね見て、前の方めっちゃ曇ってるから、多分ね晴れてるのねこの辺りだけなんじゃないかななんて思います。それじゃあね、ちょっとね前からね河口湖来たら気になっていたスポットであるチーズケーキガーデンというところにねちょっと行ってみようかなと思います。ちがみなの動画、はい、というわけで河口湖チーズケーキガーデンにやってきました。そしてケーキは、ね、2種類も頼んじゃいました。じゃーん、バスクチーズケーキと富士山レアチーズケーキです。めっちゃ美味しそう。うますぎるやばい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 、このレアチーズ神、やば、めちゃくちゃうまい。そしてバスクね、やばい、めっちゃ美味しい、絶品すぎるよ、やばいよ。ちがみなの動画、はい、というわけで今ねチーズケーキをね食べ終わって、しばらく走ってきてね、ここは今同士道です。やばいよ、同士道だよ。いや、今日もすごい秋晴れだから大気がたくさんいますね。わー気持ちいい。なんか同士道ね入った瞬間、若干ね雲行き怪しいんじゃないかっていう風に思ったんですけど、意外と全然大丈夫だった。晴れてるよ、めっちゃ晴れだよ。っていうかさ、このさ9月のさ、このさ秋晴れ、天気は晴れなのに空気感が穏やかで風が涼しいみたいなね、この瞬間ほんと気持ちいいですよね。もうほんとね、同士道はね結構ね何度も何度もね走ってはいるんですけど、ここね何度も走ってもね楽しいんですよね。カーブがいい感じ。うわー、なんか落ちてる、なんか落ちてる、やばい、なんだあれ、ズボンだ。いやー、同士道、怖いわ。あんなズボンが急に落ちてて、それがカーブの前とかだったら、カーブの後とかだったらめっちゃ怖いんじゃないかな。ちがみなの動画、はい、というわけで現在時刻は15時2分です。今ね同士道を2
タブ C125 でキャンプにね行ってみたわけなんですけど、改めてねスーパータブでキャンプツーリングに行くってね楽しいなーなんてね思っちゃいました。やっぱりさ、このスーパーカブ C125 は積載も優秀だし、鍵付きのボックスが付いていてすごくね、安心できるし、キャンプで使うものたちも結構ね、持ってくることができるし、あとはね、やっぱりこのね、スーパーカブ C125 扱いがね、めちゃくちゃ楽なんですよね。本当にね、ひらひらしてて気軽にね、取り回しができちゃうので、キャンプ場でね、バイクどこに置くかね、悩んだりすることって結構あるんですけど、このバイクならね、本当にね、気軽にね、置いた場所から動かすことができるので、撮影をするときにね、カブを気軽にいい位置に持ってこれるっていうのもね、またね、カメラ好きの私にとってはいいところだなぁなんてね、思っちゃいました。そしてね、このスーパーカブ C125 は本当にね、等身大の存在で愛好感がね、めちゃくちゃあるバイクだなぁなんてね、改めて思ったので、またね、近いうちにこのスーパーカブ C125 でね、キャンプに行きたいなと思います。それでは最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、